とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー後編ですね。初見攻略となってます。なかなか難しいね。防具変えるか。うん。耐久力も、全然こっちの方が上がるので、狩人に行きます。で、あー、海か。カリウドにクールダウン3だけでいいかな。いいね。行きましょう。まあ、HP は3300あるので、耐久力はそこそこ。だね。まだあっち側は開けないでおこう。OK。ギリギリまで様子を見ましょうよ。パワーシェイカーあと一発。OK。まだいるの？やっべ、結構火力ある。あ、まあまあまあ、トライデントはそうだもんね。あれはものすげえ火力あるから要注意。 OK、 こっからこれだね。雷の矢筒でガシガシ打っていけばいけるっしょ。終わり。よし、16回クリアでーす。いや、今回もうとにかくね、めんどくさいステージばっかり。あー、なるほどね。アップドラフトで7000か。で、メイスもある。うん、いや、まだこのまま行きます。このまま行かせてもらいますよ。で、ここか。嫌な場所。うーわ、わおわおわお。ちょっと待って、敵がとにかく多い。あぶねえ。火力高えな、結構敵の。まあまあ軽減ついてないってのもあるけど、まあ、それにしてもだよ。あ、火力は高いけど数は少ない。いや、そこそこいたか。そこそこいたけども、パワーシェイカーでガシガシいったんで早かったのかな。うーん、なるほどね。ここはいらないかな。でもね、魅力的だな。クールダウンがないのが残念。うん、クールダウンは欲しい。このままいきますが、ちょっと失敗したかな。うーん、防具を変えた方が良かったかもしれない。まあ、わかんないわかんない。まだわかんない。やっばい、固まった。あぶねえ。危ない。大丈夫かな。軽減がないんでね、食らうと、もろに持っていかれるんですよね。結構硬え。あ、ダメだ、爆発しない。あ、でもここである程度減らせるな。 OK、 こんだけ減らせればいけるでしょう。2箇所ずつ。おおおおおお、いけるぞ。あっ、あっ、もういけました。 あのやっぱり安全に行かないとね。うん、逆に時間かかっちゃうので、もう安全に行くのがもう一番ですよ。ほんとやべえな。よっしゃ、オッケー、はい、クリアです。いやー、嫌な場所だった。お、勇者珍しい。変えた方が良さそうな気がする。うん、耐久力が絶対必要だよな。いけるか。いや、変えよう。勇者に変えます。うん、火力よりも耐久力を取っていきましょう。ここはもうピグリンの誇りでしょうよ。結構火力上がったね。成長入れる。うん、2ぐらいは入れとくか。
いいかな、いらないかな。いや、ボス、うん、ボス次第。わかんない、ボスなんだろう。え、何ここ初めての場所じゃない？雷も一応入れるか。初めてのなんか場所だね。ちょっと待って、怖い怖い。弱体化も多めに入れとこ。何出てくる？お、なるほど、やばいやばいやばい。 OK、 まあ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 問題なかったか。よっしゃ。あー、無茶した、無茶した、今の無茶したね俺。オッケー。ああ、もう。オッケー。ま、全然警戒することもなかった。クリアです。いらないね。いらないね。うんうんうん。いや、武器そろそろ変えたいな。でも、いや、違うでしょう。うん、これじゃないな。うん？ああー、ちょっと前にあったとこね。はい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 。おい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 、結構もう硬えぞ。火力が足りなくなってきてる。火力足りん。ちょっと待て、火力が全然足りんくなったな。でも数はそうでもないような気がするから大丈夫でしょう。まだいるんか。あ、でそっち側ね。はいはいはい、大丈夫大丈夫。パワーシェイカーで一気にいきましょう。ああ、あと1体だけ。嫌な場所本当に。こう奥なんかあんの？ああ、それね。よし。もうあとこいつでおしまいですね。嫌な場所。本当に時間かかるな。今回のタワーやばい。スケールメールもいいけどね。火力上がるし、スケールにしようかな。勇者よりはいいよね。レンチャントでタンブルビー入れとこうか。ね。うんうんうん。これで、オッケー。ちょっと待って。プラス、サプライズギフト。うん。やっぱね、パワーポーション出てきてくれるとだいぶお得やからね。おいちょっと待って、やべえ。あ、でも弱体化入ってるからまだマシだよね。弱体化でまだ、うんうんうん、攻撃は全然耐えていけてる。にゃー、嫌なやつだ本当。ちょっと待って待って待って、あぶねえ。よし、狭いから戦いにくい。ゴーレムか。あー、でも傭兵って言ってもまあ今ね変えたばっかりだからね、もう変えないよ。いらないか、ゴーレムも。まあいいけどね。いや、変えるか。パワーシェイカーをゴーレムに変えていきましょう。うん、どんなとこ、これ。なんだろう、スイッチを押す場所かなと思ったらそうじゃないね。あんま見たことがない場所だね。ちょっと待って、タンブルビーだ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。お、多すぎるって。ちょっと待って、本気で多い敵が。オッケー。
気に来たね。でももう一気に倒しておしまいでしょう。うわー、敵が一気に出てきた。これはちょっとマルチプレイ楽しみだぞ。はい、23回クリアです。ここはいらないかな。あ、エンチャが全く一緒だ。これ槍にした方が良かったか。で、ここかい。あ、これ倒しきらないと発動しないんだっけ。あ、発動するわ。いや、ちょっと待て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 、ちょっと待って待て、これエルライコちゃだ。よし、オッケー。なんだここは。ここひってえな。よし、ちょっと待って、ここ広い広い広い。よし、うわ嫌な場所。あと上ね。 OK。 お、いいぞ。あ、ダメか、調子良かったんだけどね。お、落ちてきたんかい。あと出口のところに何体かいておしまいということですね。スライムも嫌なやつ。おいってまだいるんかい。いや、ひどい、ここひどい。メイス変える。うん、さすがにもう火力が足りないわ。メイス変えていきましょう。で、おお、黄金だね。入れてから、あげますね。115か。そこまでパワー上がんなかったな。エンチャ入れましょう。いや、弱体化欲しいかな。いや、火力を上げよう。うん、火力上げて、で、吸血で耐久力を上げる感じにするか。はい、行きます。今回の30回のボス誰だこれ。うん、あ、ここ、うん、あったね、あったね。どっち側出てくる。そっち側か。はいはいはい、行ってこい。いや、でもすぐやられそう。やられるんでしょ、どうせ。分かってる分かってる。ちょっと待て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 。よっしゃ。うわ、あ、でも弓で全然対処できるね。はい、終わり。どこ、ああ、ああ、ちょっと待って、スイッチどこだ。おお、武士もある。え、スイッチどこ。お、え、ここのスイッチがないぞ。あ、あー、これか。ありました。いやー、今回本気出してるねー。すごい本気出してきてるよ。バリアもいるかなとも思うんだけども、いいか。おい、ちょっと待て、えぐい火力。いい、いいね。おっと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 、いい、ちょい、よし。問題あいつだけでしょ。まだいた。いや、まだいた。
まだいるんかい。よし、終わりましたね。27回クリアです。今回釣り竿なかったね。2回連続あったからさすがにちょっともうダメかなと思ったんだろうね。はい、次。おい、あぶねえ。嫌なやつ。ちょっと待って、ゴーレムやられた。蜂でちょっと対応しよう。赤は硬い。危ねえよ。よし、よっしゃ。おい、ちょっと待って、敵硬くない？敵がやたら硬いんだけど。よし、うん、あ、待って、いや、今のは食らいたくなかったな。どうだ。よし、28回クリアです。火力高え。まあ、ゴーレムをちょっと更新していきましょうか。いやー、特にないよね。やば、もう嫌いなステージ。よし、まあ、救いはね、矢がいっぱいあるっていうところやね。矢はたくさんあるけども、コグクロスボウはね、たくさん打てないんだよね、打ちたくても。そこがちょっと気になるところ。 OK。 でも成長の長弾は、これは良かったね。成長長弾はね、すっごい当たり。ミスった。最悪だ。成長長弾はね、ほんと入れてよかった。こっちから行こうかね。こっち側から。あぶねえよ。側にまだ敵がいるんだよな。こっから撃っても倒せないしね。今、まあ、気長に行きましょう。いや、まさか落ちちゃうとはな。よし、終わりだ。あれ、よし、はい、29回クリアです。ボスは何になるんだろうね。そのまま落ちてから行こう。めんどくさい。ボス、いや、ここでさ、テンペストゴーレムとか出てきたら本当に時間のかかるやつだよ。テンペストゴーレムだけは勘弁してよ、本当に。もうすでに40分ぐらいかかっとるからね。あー、で、乱射ね。おー、エレメントのカバンね。まあまあ、エレメントのカバン入れましょうか。はい、あ、ちょっと待って、余ってるやつ全部入れよう。別に入れんでも大丈夫そうだけども、いや、無謀は入れないぞ。無謀は入れないよ。なんだボス。まあ、テンペストじゃなかった分ね、思ってよかったよ。弱いやつが来たね。マイルドなやつが出てきてくれた。嬉しい。これは嬉しいわ。あぶね。火力高えな。ちょっと待って、火力が激高だこいつ。雑魚がいや、こいつ自体も多分激高なんじゃない。やばいね。さすがにやられたくはないよ。あ、大丈夫ね。やられることはない。パワーポーションも出たし。終わりだ。い
よし、終わった。今回のタワー結構厳しいですね。クリアです。いいやつが出てくれ、頼む。お、お、いいんじゃない。なんだ、下にはまああんまりいいやつがついてないから。いやでも火炎フォーカス、ソウルフォーカスないな、無謀もない。保留。あーでもフルメタルいいやつ持ってるんだよな。こっちは、あーまあフルメタルでしょうね。はい、ということで、タワー初見攻略一回もやられずに行くことができましたけども、今回本当にね時間かかるしちょっと難しいです。はい、まあまあ周回もねちょっとはやっていこうと思いますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。